もお疲れ様です。それでは21週目をちょっと見通しをね、立てていきましょう。21週目は5月の20日から5月の24日の5日間になります。おおむね価格が155円の後半に置いたままなんでね、156円に入るかどうかというところから注視して1週間の流れを追っかけていくことになります。まずは材料、カレンダーの方から確認していきますね。20日月曜日はほとんど材料がありませんね。日本からの材料も出ていますけども、相場に大きな影響が出るほどのものではありません。で、こうなるとね、先週の相場感、テクニカル相場感がそのまま引き継がれると思います。土日に大きな金融の流れが起きた時には、月曜日にそれが吐き出されるってことになりますけども、それは朝一発目でね、窓が出るか出ないかっていうことなどで測ることができます。そこだけチェックしておきましょう。だいたい朝9時ぐらいになったらね、もう月曜日とかね、1週間の見通しっていうのは立てることができますんで、朝9時あたりには、また私の方からもね、FX オリアルに皆さんには追加放送ができると思います。はい、そして火曜日なんですけども、火曜日も立ち上がり何もないですね。それから1日を通してみると、日米からの情報っていうのは何も出てきていません。ラカルドさんも何か発言するそうなんですけども、ただそこまで強い発表はもうないような気がしますね。はい、火曜日ね。そして水曜日に入ります。貿易統計が出ますけども、ここも激しく大きくは、相場感には関わらないのかなというところですね。水曜日の夜、やっと FOMC が出ますけども、これもう木曜日ですね。深夜3時。はい。ですんで、木曜日の日をまたいでの一発目の相場解説で FOMC のことを語ることがあるかもしれません。ということで、月火水は20週目の流れを引き継いで、同じように、売一辺倒、上昇テクニカルでいけるんではなかろうかというところですね。ここら辺までで156円の半ばとか後半っていうのに伸びていくような気はしますけども、これはね、そこまでは分かりません。今の段階では全然分かりません。はい、そして木曜日、金曜日になってきますけども、月、火、水が一つの塊でいくとしたら、今度は木、金で、後半の流れを見ていくことになります。ただ、日米の材料っていうのはそこまで出てないんですよね。アメリカは夜何か出るのかな？住宅件数ね、これは大きいですよ。ですので、月、火、水と木と金っていう形で見ていった方が良さそうですね。はい、金曜日は CPI が朝から出ますんで、日本の相場っていうのはね、完全に新しいマーケットを作ることになると思います。おそらく156円台に入っていた価格がもしあったとしても、ここで157円に突き上げされたりとかね、155円に引き戻されたりとかっていうのが新しいマーケットの流れになってくると思います。金曜日はちょっと要注意ですね。5つ星なんで、場合によってはこれトレードちょっとできないかもしれないよってことを覚悟しながら見ていった方がいいと思います。ということで、月火水は2つ星ぐらいで、木曜日が三つ星ですね。で、金曜日は要注意ということで、五つ星つけさせていただこうかと思います。そんな感じで一週間が材料から読み取れますね。